平野耀と横浜流れ星の特別な友情と夜の交流。ファンを喜ばせるコラボで、波長が合う親密な関係を探る。2023年8月末の夜、多くのファンが感慨深くなる瞬間が訪れました。元キング・アンド・ピスのメンバーであり、俳優としても知られる平野耀と、実力派俳優の横浜流れ星が、インスタグラム上でのコラボを果たしたのです。 この特別な瞬間は、二人の信仰が深まっていることを証明するものであり、多くのファンを喜ばせました。平野耀と横浜流れ星は、それぞれの個性と才能で多くの人々を魅了してきましたが、このコラボは彼らの特別な関係を物語っています。 この記事では、彼らの出会いから交流の深まり、そして夜の交流がどのように彼らの関係を縮めたのかについて探求します。横浜がサプライズで登場8月30日の夜、平野耀はインスタグラム上でライブを行いました。最初は平野一人でファンの質問に答えていましたが、ライブの終盤には突然、横浜流れ星がサプライズで登場しました。 二人は、久しぶりから、と挨拶を交わし、お互いのインスタグラムをチェックし合うなど、和やかな雰囲気でコラボを楽しんでいました。その瞬間、視聴者数は52万人を超え、ネット上で歓喜の声が広がりました。このサプライズ登場により、平野と横浜のコラボはファンにとって大きなサプライズとなり、その結果、インターネット上で話題となりました。 彼らの笑顔が視聴者に元気を与え、この瞬間は長く記憶に残るものとなったでしょう。波長が合う平野と横浜平野塩と横浜流れ星は2018年の映画ハニーハニーで共演したことをきっかけに進行を深めました。 芸能事務所関係者によれば、平野耀は一般的には天然で人懐っこい性格で知られていますが、実は人見知りで他のタレントと連絡先の交換を積極的に行わない一面があるそうです。そのため、プライベートで過ごす時間はキング・アンドプスのメンバーとのことが多いのですが、横浜流れ星とは異なり、彼らは不思議なほどに波長が合うようです。 テレビ局関係者は、横浜さんとは不思議と波長が合うようで、お互いを流れ星、仕様と下の名前で呼び合い、一緒にドライブに行くなど、すっかり打ち解けています、と語ります。この親密な関係が、彼らのコラボにつながる一因と言えるでしょう。夜の交流で距離を縮めて、 平野潮と横浜流れ星は、それぞれの多忙なスケジュールにもかかわらず、交流を深めてきました。特に2020年のコロナ自粛期間中には、頻繁に電話をして夜中に話すことが多かったと言います。平野潮から夜中に電話することが多かったという事実は、彼が横浜流れ星に対して、特別な信頼と親近感を抱いていることを示しています。 前でのテレビ局関係者によれば、彼らがお互いに心を開いて交流を深めた要因の一つは、お酒を飲まないという共通点にあると言います。平野紫耀はお酒が苦手であり、人見知りもあるため、飲み会で大騒ぎすることはないようです。横浜流れ星も同様にお酒を控え、お酒の場での失敗を避ける意向が強いとされています。この共通点が、 彼らがシラフの状態でも本音で語り合える特別な友情を育んでいるのかもしれません。平野紫耀と横浜流れ星の夜の交流はファンにとって喜ばしい出来事であり彼らの特別な友情を示すものと言えるでしょう。彼らの波長が合い共通点を持つことが彼らの信仰を深める要因となっています。今後も 彼らの友情は続き、ファンには彼らの素敵なコラボや交流を楽しむ機会が増えることでしょう。